アンドリュー・ジョージ・バイナは、ハンガリーブ・ブダペスト出身の映画プロデューサー。性についてはバイナ、バーニャ、バーニャと表記される場合もある。1956年にアメリカ合衆国へ移住した後、香港で美容師やカツラ製作などを手掛け、極東各地で映画館経営に乗り出した。1976年、マリオ・カサールと共にカロルコ・ピクチャーズを設立し、 ランボーとターミネーターの両シリーズをはじめ多くの超大作アクション映画をヒットさせた。一方、1989年に単独でインディペンデント系映画会社シナージピクチャーズを設立した。その後、1995年にカロルコは倒産したが、2002年カサールと共に C2 ピクチャーズを設立して映画プロデュースを行っていた。 2019年1月20日、ブダペストの自宅で成去。74歳没。報道によると、長年にわたり闘病生活を送っていたという。は、シナージピクチャーズ作品。ABCD、A バイナシシキョ、スタローン、ランボーなど制作。NIKKANSPORTS.com。日刊スポーツ新聞社。 オリジナルの2019年1月21日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/.web/.20190121120420/.https www.nikkansports.com スラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ20190121000182と html2019 年1月21日閲覧ありがとうございます